あ、ちょっと。あれ？サイドスタート。あ、まだサイドスタート立ってませんでした。失礼しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、XADV。XADV をですね、市場で借りることになりました。いや、リアブレーキがですね、これなんですよね。これちょっとリアブレーキ怖いっすね。慣れてないんで。はい、じゃあ行きます。よいしょ。いやー怖い。ですね、運転感はスクーターですね。このやっぱニーグリップっていうか、足で挟まないのってすっげえ怖いですね。まあモデルは DCT なんでですね、その辺の操作の、感覚の違いというのは NC750X とは変わらないと思うんですけれども、なんだろう、やっぱこういう股で挟めないんでですね、こう体重かどうやってかけりゃいいのかがちょっと不安ですね。しばらく慣れるまでに、時間がかかりそうです。あ、でもちゃんとですね、ギアが切り替わっていくのが心地いいですね。うん、加速も強い。乗ってる間、加速ギアの変わり方は NC750X の DCT と大差ないですね。あ、でもやっぱり、股で挟んでない分不安です。ここを右折ですね。指でエンブレ、あ、エンブレもしっかり効きますね。この辺がやっぱり、スクーターとは違うとこですね。ちゃんとギアが切り替わると。DCT と一緒なんですけれども、ここにギアを落とすボタンがあります。見えますかね、この灰色。これでですね、任意にギアを落とせるんでですね、そこがやっぱりスクーターとは違うところですね。反対側こっち、これはですね、ギア上げるボタンです。実際にまあ DCT はオートマだって言いますけれども、こういうエンブレをかけるようなとこ、下り坂とかですね、もしくは急加速が必要な時とかは、こういうギアを下げてやることがあります。ただまあ急加速に関してはですね、グイッてこのアクセルをグッてひねれば、勝手にギアを落としてですね、回転を上げてくれるんでですね、その辺はもう全然 DCT に関しては問題ないですね。なんだろう、高性能な大型スクーターという感じですね。はい、すいません。おー、怖い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 。わー、やっぱこう腰だけで体重移動って怖いっすね。やっぱあんまりニーグリップしてるつもりはなかったんですけれども、それでもやっぱしてんだな普段。はい、指で、エンブレをかけて、まあエンジン上がりましたね。指でエンブレをかけてスピード落としました。インジケーターというか、これはもう完全にこのようにデジタルですね。まあ、NC もデジタルなんですけど、それよりだいぶでっかくなってますね。見やすくなってます。これなんでしょうね。あ、これギアインジケーター N になってますね。いやー、これ楽だわ。まあ楽だけど、多分、なんか峠を攻めたいとかそういう人はまあ向かないでしょうな。まあ NC 自身、DCT 車のほとんどがそういうのには向かないんでですね、まあおとなしくロングツーリングを楽しみたい方向けですね。
ちょっとですね、一般道を走ってるんで、高速走行はちょっと体験できないんですけれども、まあこの感じだとまあ高速ぐらいは大丈夫そうですね。乗っててですね、加速感とか、エンジンの鼓動とか回転具合とかっていうのはもう NC とほとんど変わんないです。なんで、大体からしてなんていうかな、高速走る走行性能という意味では全く問題なさそうです。ただ意外とこのシールドですね、いい、やっぱしてくんねえか、スクーターにしか見えないですねシールドがちょっとですね、風が当たる範囲が、NC より多いですね。胸元まで風が当たります。まあ多分乗車姿勢の話も、乗車姿勢がですね NC よりはるかにこう立った感じになるんでしょうがないんでしょうけども、ここはまあ高速を使う方はシールドをまあちょっと追加の上をつけるか、もしくは他のシールドを買うかした方が良さそうですね。うん、ギアの上げ下げはですね NC より多分敏感ですね、これ。上げるときもちょっと早い、上げるときというより下げるときだな、下げるときがちょっと早いです。なんで、多分エンブレが NC より DCT で何も触らなくても効くようになってるんでしょうね。もしくは、あれです、加速とかをですね、よくするように、よくできるようにちょっと低速域を引っ張るようなイメージですかね。低速域でのそのギアが、低いところをちょっと引っ張って、行く感じですかね。あれが行ったら行きますか。よし、ちょ、加速、ゼロからの加速。うん、やっぱそこそこ鋭いですね。うん、違和感はない。なんだろう、バイクの性能として、まあ、僕みたいな素人が言うのもなんですけども NC と比べて遜色はないと思います。実際僕は NC で全く、なんていうかな、走りに関しては不満点ないんでですね、ああいうこうロングツーリングをする人とかですね、もしくはそんなに飛ばさない人だったらもう全然、これでいいと思います。まあ一個だけなんかあるとしたら、やっぱこういうビッグスクとかアメリカもそうなんですかね、こういうステップ、足でこう車体をこう挟まないスタイルに慣れてない方はちょっと怖いかもしれないですね。まあそれでもなんか乗ってるうちに慣れるんでしょうね。はい、ということで XADV 乗ってきました。なかなかですね、面白いバイクだと思いますが、まあこの辺は好みなんでですね、いい悪いというか、皆さん個人個人が気に入る気に入らないだと思うので、そういう結果の方は、まあ、各自にお任せいたします。はい、というわけで帰ってきました。もうちょっとですね、XADV 安くなってくれりゃいいんですけどね。よっと。ゴールドウィングもちょっと乗ってみたい気もするけど怖いんでやめときます。よいしょ。はい、というわけでありがとうございました、ホンダドリームさん。よっ、おサイドスタンドの位置が分かんない。よし、切り方が分からん。